俺見てみろよ。俺は突っ立ってんだ。まっすぐに突っ立ってんだ。武骨くて立派じゃねえけど、ともかくてめえの足で突っ立ってんだ。ほら、おめえをどうしてやることもできねえんだよ。力がねえよな。友達なのによ、おめえの心の中に手が届かねえんだよ。俺、おい、ひで、すみちゃん、よく来てくれたね。おめでとう。ありがとう。これもみんなすみちゃんだ。なんだ、俺じゃなかった。あんたはこっちよ。おめでとう。ところで、タヌマ、俺話があるんだよさ。なんで？俺これから真面目に勉強するよ。ところで学校に何年いたんですか？8年。随分勉強したんですね。バカだね、お前。勉強しないから8年もかかったんだよ。だってお前応募者だろ。俺はこの船の船長だもん。本当に安心したよ。そのことが一番心配なんだよ、俺。どうもありがとう。いやいや、すみちゃんのためならええやこらさ、もう一つおまけにえんやこら。だけど若大将にも少しは親切にしてあげてよ。だってあいつね、大きかだけじゃなかぞ。うまか、ぬか、よか、ないのめ。それに、えれえ物入りなんだよな。物入り？あれにさ、俺はおやおや水着にしようと思った。新婚旅行はどうせ、ほら、こうでも言わんと、あいつらバラバラで用まとめ切らんのじゃけ。いや、それによ、わしは気が細い男じゃけ、ここはこんながよ、動いてくれちゃ一番確かじゃった。わし2回に名分があるかい。そりゃまあそうじゃがよ。どうだい、うん、ほいじゃがよ、関の若い者らが広島の海津が動くじゃろう言うて心配しとって。冗談じゃないよ、デカ長。一体俺なんだと思ってんの。カキ友達だかガキ友達だか知らないが、なんで俺がそんな田舎の駐在のために働かなきゃなんないの。俺はごめんだな。俺は10日、いや3日、いや1日でもいい、のんびりしたい。それだけだ。いいですか、絶対にそんな話はお断りですよ。ごめんですよ、ごめん、こう思います。言ってくれんな。はい。レコードを出したんですよ、1枚だけ。まあいい、いや、いや違う、1年前の話は無視だ。サミサミボサミサミボ、あなたが生まれたのは港町。昔のお父さんが挑戦したはずだってドキッとした。お前に言われて本当にドキッとした。こっち来て4年、父さんいつの間にか来た当時みたいなパワーなくして、いつの間にか人に頼ろうとしてた。お前に言われてドキンとしたんだ。お前の言う通りだ。父さんだらけした、だらけて本当に。すいません、もう店閉めますから。来た当時みたいな
その気持ち忘れちゃって。時間があるんだから。毎度。子供がまだ食ってる途中でしょうが。僕も餌子さんも胸は聞こえません。もう二人でやっと8年前です。僕、井坂さんを愛しても、きっと幸せにしてみえます。待ってろよ。絶対5時間で着くよ。あ、カムリだぜ。パワフルな走り、広い室内、俺が選んだカムリ。あの新橋の駅のところに噴水があるのご存知ですか。噴水場、あの広場に。あります。あそこで噴水こうやって眺めてたんですよ。40ぐらいの恰幅のいい人が俺のそばに、ベンチ空いてんのに俺のそばにスーッと座って、その人もこうやって見てるんですよ。噴水を。で、はい。で、俺に、おい、契約するかって言うんですよ。うん、あれ引き抜きかなと思って。それで俺はいっつったんですよ。そしたら1日7000円だよって言うんですよ。なのことか安いプロダクションだなって。はいっつったら、いや飯と泊まりは出すよつって初めて俺の顔見たんですよ。そしたらあれ名前知らないけどあんた俳優じゃねえか。一応ツアーコンダクターだからね。ちょっとうるさいんだ。うるさい。静かに言ったらツアーコンダクターなんだもん俺今日。俺は仕切ってんだよ。なんていうのかな。お前の声ってね、鼓膜に直接響くんだよ。慣れろよ、家族なんだからよ、親父よ。ね、話すときや、相手がちょっと外せ。後ろ向いて喋る。まだってもがあんだろ、あんだろ。その子は、産むのが無理な体だ。自分の命と引き換えに君を産んだんだ。戦いっていうのは刀とか槍を構えて、我こそ片桐官兵である、いざ勝負。堂々と名乗りを上げて、日頃の修練さものを言わせて勝負を決める。こう出ればダメだ。人事にバイバイは。まだだよ。もういいかい。もういいよ。キリ、忘れられないよ。すさまじい心情が現れる長い長いシーン、それは芝居じゃなくて本当に杉に分かったよ。